さっきちょっといいか、はい、鏡付きで模様替えですな、うん、これさ、はい、こうやね、はい、それの中間が井の位置、本当はねないわ、ないでしょ、ここもない、え、この辺やわ、そうですね、ちょっとここや、ここや、ここや、ちょうどいい、ほとんどおへそのところにまでずっとかかっていくの、そう、はい、もうこれも20年ほど前から、あ、そうなん、はい、自分でも分かる、押さえたら分かる、自分でどうか、押さえたら分かりませんけど、レントゲン持ってる、押さえたら、はい、あのね、今ね、こうやってね、溝落ちだったでしょ、およそここでしょ、はい、ちょっと中間ここないね、はい、来ないでしょ、はい、およそだって下、ここ押さえたら来るでしょ、はい、打って来るでしょ、はい、ね、ここにあるの今、はい、この間、角度10センチ違うから、とにかくあのちょうど一緒にひっついてるから、それが下腹がなんかへっこめようと思ってへっこまないんですよ、それ今上げてあげる、はい、はい、その一瞬流れるから、へぇ、それが気持ちがね、うん、だからそれでやるから、ちょっと待ってね、ちょっと先生、いい上げたら太るの違いますね、いやいや大丈夫大丈夫、そんな太るって言っていつもとあのめちゃめちゃ食べるから、みんないいの触ってる人はそうですね、そうやろ、別に嫌やったら今度また下げ投げる心配せんねん、はい、ちょっと大きめに呼吸して、そうそうそう、はい、お腹がだんだん膨らまないようになってくるから、おへそがね、奥の方で引っ張られてるような感じになる、どう、ぼちぼちなんかお腹膨らまないようになって、へそ引っ張られてる感じですね、だから先生、腹式呼吸ができないんですよ、うん、お腹が膨らまないんですよ、膨らまない、はい、いがここにあるから、はいはい、はい、大丈夫大丈夫、普通の呼吸してくれたけど、まずお腹が最初ほど膨らまなくなってくるから、どうですか、あと3回で上がる、ちゃんと、うん、あと2回で上がりますよ、うん、もう1回で上がる、ちょうど20歳ぐらいの道に上げてきます。はい、20歳の道で安定継続。はい。よっしゃ、これでね、触ってみるから、触ってすぐ分かるから。はい、溝落ちでしょう。はい。これとここでしょう。はい、真ん中ここ。これいいやった。いたでしょう、これ。ぐっと見たでしょう。ほんならさっきの、溝落ちでしょう、これ、そうでしょう、ここでしょう。それから下10センチ、ここやってないですか。はい、はい。ないよ。はい。ないよ。なかったよ。そうですね。だから今晩食べたら上が膨らむからすぐ分かる、そうですか、うん、とりあえず上げる、嫌やったら言うてくれて下げる、もっと戻すやっぱり人間は正常なところ、当たり前や、当たり前、それは当たり前や、当たり前や、当たり前、絶対当たり前、そんな下下がっとったらあかんよ、うん、下下がったらね、腸の動きも悪くなる、そうなんですよ、そしたら便秘もしやすくなる、そうそうそう、だからあんまり